週刊新潮は株式会社新潮社から発行されている週刊誌。1956年2月6日創刊。発行部数39万部は週刊文春に次いで業界第2位。発売日は毎週木曜日。昭和20年代の週刊朝日をはじめとした新聞社系週刊誌が全盛の中、1954年に副社長の佐藤。 両一らにより、週刊誌が企画され、編集発行人が佐藤編集者に斉藤十一が加わって、1956年に発刊。雑誌社系週刊誌の草分けとなった。週刊朝日とは異なる路線を目指した。総刊号のラインナップは、総刊号は40万部を売るが、その後は20万部程度になる。谷崎の連載は、モデル事件により6回で中断し、 代わって、石原慎太郎、月食を連載。続いて、柴田蓮三郎、眠り京四郎ブライビカへの連載も、開始、11月12日号からは、吉田茂る回顧録も連載し、部数は50万部に達した。ゴミ、柴田の人気は、剣豪小説ブームの引き金ともなった。当時の編集方針を、斉藤十一は、後に、俗物主義と呼び、 新聞社が扱わないニュース、金と女に着目するものだった。そう感じから起用したライターには、草柳大蔵がおり、アンカーマンとして特集記事をまとめるようになる。代表的な記事には、カメラマンとして、土門県が参加した、8月6日の遺産初めてルポ、されたアブックの実態、特別レポート横綱審議会大義名分をめぐる、工房の5時間などがある。 その後に参加したライターには、井上光春、編集者として、エクニシゲルもいた。こうして、次第に独自のスタイルを築き、部数は上向き、1959年新年号は100万部を発行するまでになった。2010年11月時点での交渉部数は50万部。1997年まで、統括責任者を務めた、斎藤十一が確立した路線は、 政治的には保守系、右派であり、現在では日本で最も保守的な立場を取る、週刊誌となっている。自民党や読売新聞などのスキャンダルも取り上げるが、基本ターゲットは左派の政党、議員、メディアである。政治家や芸能人のスキャンダル、殺人事件などの社会事件も数多く取り上げている。 読み切りという形で掲載した柴田蓮三郎の眠り京四郎ぶらい控えゴミ宮す介の野牛部芸長などを重視。山口瞳の男性自身は長期連載となった。藤原正彦の関係盲語は関東で掲載したほか、桜井義子の日本ルネッサンスも長期連載となった。長年発売日前後に子供の声で 週刊新潮は明日発売です。週刊新潮はただいま発売中ですというテレビコマーシャルをしていた。表紙の谷内六郎の動画風の絵と同様、赤とんぼや村祭りの曲とナレーションはパロディが生まれるほど定着した。ラジオでも同じナレーションの CM が放送されている。表参道交差点。ありがとうございます。